はい、2023年秋アニメ序盤の続編もの2期3期もののレビューをします。アークナイツはどうこうとかミリオンライブはどうこうとかそういうコメントもいただくんですが、まあ、一括してまとめていこうと思います。まず最初にアークナイツ2期ですね。いや、アークナイツの評価は SS ですよ、僕の中では。ヨースターという会社はまあアズルレーンで結構精神的に救われた会社だと思ってますし、まあ今大変ですけど頑張ってほしいなと思います。なんなら戦隊大失格もヨースターピクチャーズだから応援したいなって思うような部分もあるぐらいですからね。アークナイツ2期に関してはやっぱこの作品が実質的にシナリオの主人公をアーミアちゃんにしたことがだいぶ生きてるなと思った。その分ドクターがやっぱカウンセリング役でちょっと影薄いなっていう部分はあるんだけど、まあ仲間になれたかもしれなかったミーシャさんを、まあ、殺すしかなかったっていうところで結構うだうだして一気の最終は鬱だったんだけど、まあ、ロードスのリーダーだしなんとか立ち直って、まあ、頑張ってるっていうところは良かったと思う。やっぱ作画の良さやオペレーターの可愛さ、世界観の過酷さとか、まあ、良いところはかなりあるんですよ。まあ新規が入るかどうかっていうのは微妙じゃないですかね。うん、まあでもヨスターとしても基礎ファンだけ狙ってるだろうから、まあそんな問題ではないと思います。アークナイツは以上ですね。まあ、次に紹介するのがアイドルマスターミリオンライブ。これね、先行映画されてるんだけど、あれはねうまい宣伝だと思った。恋ミリ P が見に行って、まあそれで、まあ、赤羽 P がチーフになってるとか、まあガチで全員取りこぼさないように頑張ってるとか、まあすげえアニメだってことを見せて、それをミリ P に褒めさせて合法的な口コミダイレクトマーケティングをさせるっていう手なんですよね。ただこれやるんだったらマジで作品の出来が良くないと濃いファンが褒めてくれないっていうモロハラ剣なんですよね。うん。だからシャニマスでうまくいくかどうかは知りませんが、ミリマスはまあうまくいったんじゃないですかね。いや、ミリマスね、本当に10年以上長くやってて、まあ、僕も初期はちょっとグリマスやってたんだけど、当時からやっぱすげえ新人声優を連れてきたんだなと思います。マチコさんもいるし、上田玲奈さんや天宮そらさんもいるしね、すげえよねミリ。あと赤羽 P 懐かしいよね。うん、今までのミリマスの結構それなりにパラレルワールドになったものを、まあ、取りこぼさないようにして、まあ、新役として作ってる部分もあるけど、アニメとしてはナムコのオールスターアイマスをそのまま継承したような作品ですね。うん、赤羽 P なんか FGO のカドックくんがまっすぐ育ったような感じでいいですよね。うん、まあカドック赤羽 P だとお姫チンルート行きそうですけどね。いや、でも高根は可愛いじゃないですか。まあテレ東がこれをアイカツやプリティリズムの後釜に据えてるっていうのもなかなか時代を感じますかね。うん、まあミリマス映画ね見に行ってないけど良いと思います。1話で未来と静香の出会いも書いて、まあ翼もあれこれ頑張っててっていう、まあ、出来が担保されてるからその辺での安心感もすごいですし、まあ僕は楽しみにしてます。ミリマスはこんなところ。まあ、次、7つの滞在黙示録の4騎士評価は A で、7つの滞在を知らなくても楽しめるっていうことを連呼してるけど、やっぱじいちゃんたちの同窓会語りは7つの滞在を知らないと楽しめないと思います。ただこれシャンフロの前番組だから、ナローの皮かぶったマガジン漫画のシャンフロとワンセットと楽しむのは良いと思います。サンラクとパーシバルは良い友達になれるんじゃないですかね。7つの滞在はこんなもんで、次、スパイファミリー3クール目。うん、スパイファミリーは SS ランクですね。良い意味でやってることはいつものって感じですし、まあロイドとヨルさんがなんかいい感じだったり、アーニャが頑張ったりっていう、モジャモジャもいいやつだったりっていう。でもスパイファミリーに求めてるのは二次情景だからいいんですよ。まあでも豪華客船と黄昏の悲しき過去はやりそうですけどね。うん、魔法科高校の劣等生オープニングパロを入れるかどうかが注目ですかね。あと関係ないんだけど、オープニングのアドちゃんさんのクラクラのジャケットサムネのキャラがアーニャにこびませんっていうのがまあロックだよね。うん、まあいいか。うん、映画は見に行きます。まあ、スパイファミリーはこんな感じですか。まあ、次、めぐみの大悟救国のオレンジ、評価は A で、まあ、ただ見てるだけだけど、レスキュー隊の凄さが感じるから、まあ、結構楽しんでます。うん。本当に、リアルのレスキュー隊の方々にも感謝してます。まあ、めぐみの大悟はこんなもんで。次、B プロジェクト熱烈ラブコール、評
評価は評価不能で、まあ、ただの女性向けアイドルものだったら別に良かったんだけど、まあ、新人グループの子たちが、まあ、会社に無断で宣伝するっていうコンプライ意識のなさをその話の中で決着つけなかったから、まあ、ちょっとライン超えてるかなと思いました。まあ、B プロジェクトに関してはこんなもんで、次に紹介するのが魔法使いの嫁シーズン2。まあ魔法嫁は評価は S ですかね。魔法嫁苦手な人がフリーレンもあんま楽しみ方が分かんないって言ってたから、魔法嫁とフリーレンはタイプ似てると思う。逆にフリーレン気に入った人は魔法嫁1期から見ても良いと思う。アーニャほど恵まれた幼少期を過ごしてたわけじゃないけど、フリーレンほど人生を変えるきっかけをくれた男の人と後悔の残る別れ方とかしてないっていう。まあフリーレンがヒンメルさんと、まあ、死ぬまで一緒にいることを選んでたら、まあ知性みたいになってたんじゃないかなと思ってます。これぞハイファンタジーって感じですね。うん、魔法嫁4クール目はやっぱみんなに助けられた知性が他の苦しんでるみんなをどうにか助けていきたいっていう、そういう話だから、これぞハイファンタジーって感じですよ。うん、魔法嫁はこんな感じで、次ガンダムビルドメタバース、評価は S。 3秒やればできますね。うん、3話であることがなんかもったいないなって思うぐらい、まあ、やっぱ今までのビルドシリーズの総結集になっててよかった。フミナパイセンもいたしね。まあビルドはこんな感じで、次ゴブリンスレイヤーさん2期。ゴブスレは評価 S で、うん、1話はホワイトホックスからライデンフィルムに変わって、まあ、だいぶ盆作画になったなってちょっと感じたんだけど、まあ、直球でリゼロだったゴブスレ1期から2期は令和ルロ系になっちゃったって感じです。うん、ただ1話は結構日常パートだったんだけど、2話で戦闘シーンが始まって、まあ、そこは良かったね。うん、結構先走ってる少年魔術師が出てくるんだけど、まあ、この子がアニメ1期の1話で最初に、まあ、女神官が組んでたパーティーの、まあ、凌辱された女武道家の弟で、まあ、女武道家自体は生きてるけど、まあ、ほぼ廃人になってて、まあ、心に深い傷を負ってますと。うん、ゴブリンスレイヤーさんと女神官も、いや、ゴブリンから助けてやれなかった冒険者ってことで、まあ、過酷さが伝わる感じですね。うん、まあ、こういう導入してくるから、まあ、なんとか、まあ、女武道家の話でどうにかまとめてほしいなって思う気持ちはありますね。うん、まあただまあ2期作ってくれてありがとうって感じです。うん、ゴブスレはこんな感じで、ちなみに似たような理屈で盾の勇者の成り上がりも2話での戦闘シーン良かったから、まあ評価 SS ランクに上げときます。次レールロマネスク2。はあ、個別動画作ったんでそっちよろしく。まあ大体1期と似たようなもんだよ。まあそんなもんです。次呪術廻戦渋谷事変。この時期の渋谷事変面白かったな。中村雄一に例えると、ワンルーム勇者のマックスや、アンデラのアンディが後藤一人だったら、仲間を守るためだったら、みっともない姿でもかっこいい奴らだったら、五条悟はこの星海か。面だけはいいやつ。まあ実際、釘崎とか、まあ、ななみんとか、めっちゃいいキャラしてんだけど、まあ、こいつら、ああなるんだよなって思うと、やっぱ、マッパも持ってないなと思います。呪術は、だいぶ原作のせいで冷めたけど、まあ、こんなもんですかね。アニメとしては面白いです。次紹介するのが、ヒプマイ2期。まあ、これもアニプレの方で語ったけど、まあ、女性向けアニメだけど、マジで面白いって感じですね。A1 ピクチャーズの本気を感じます。ヒプマイはこんな感じで。まあ、次に紹介するのが、キャプテン翼シーズン2ジュニア様子編。キャプツバは背丈の高さの再現が面白いです。まあ、こんなもんで。あ、そうだ。続編といえば続編。MF ゴースト。MF ゴーストは一応評価 S にしときます。まあ、個人的にはオーバーテイクの方が何やりたいのかわかるんだけど、でも MF ゴーストも、まあ、ちゃんと頭文字 D みたいな、まあ、レースをちゃんと合法化させて問題なくやってるっていう点では、まあ、安定の作品だよね。うん、レースシーンに関しては、まあ、フェリックスフィルムが頑張ってると思います。まあちょっと女性キャラの昭和感あふれる女性の描き方はちょっと苦手あるけど、でもヒロインの、まあ、キャラデザは結構可愛いと思うから、まあそこはアニメが頑張ってると思います。うん、良いアニメだと思いますよ。次は馬娘3期。いや、馬娘3期は何も不安に語ることはないでしょう。うん、まあ最近のアプリもそこそこ安定してるしね。うん、まあ2話からしてちょっとキタちゃん落としすぎじゃないかって思うんだけど、まあ馬娘らしいよね。うん、
まあ、北三ブラックが東海帝王をリスペクトしてるのも、まあ、ドゥラメンテにつなげるための展開だったのかなっていう。まあ、2期ほど盛り上がるかっていうと正直微妙ではあるとは思うんだけど、でもやっぱ馬娘はいいよねっていう。まあ、そんな感じですかね。最後、ドクターストーンニューワールド。いや、今期の東宝アニメーションほんと化け物ばっかですね。フリーレン様、アーニャ、キタちゃん、イタドリ、マオマオ、そして、センクちゃんと愉快な科学王国の仲間たち。いや、ドクストはめっちゃ安心してますね。うん。酸素ボンベ作って、まあ仲間を助けるために頑張ってるっていう。友情、努力、勝利が結構丁寧なのがドクストのいいところだと思います。まあ、こんなところですかね。最後、放課後少年花子くん。花子くんよかった。うん。元々の本編の花子くんが、まあ、結構中編長編が増えてくる作品だから、まあ、愉快な仲間たちの、まあ、短編二次情景みたいな話っていうのはまあ良かったと思うし、花子くんのアニメはまだまだ続くそうだから、まあその辺ラルケには期待ですね。まあこんなとこですかね。まあトータルで見ると2023年秋アニメは化け物揃いなので、まあこれでも結構影薄いなって思うところもあるんだけど、まあ実際続編ものもちゃんと良いものはいっぱいあるから、まあ楽しんでいきたいと思います。以上です。